んこんにちは。今日ですね、日本にもあるマクドナルドにやってきました。今日は注文方法とかがどれだけ違うのかとか、今日はですね、アメリカもなんですけどタッチパネルで注文できるので、それのちょっと紹介を簡単にしたいと思います。で、今日は食べたいものがあるのでそれも注文したいと思います。はい、それではゴー。タッチパネルでの注文です。ここで食べますかと、テイクアウトしますかって書いてあるんで、ここで食べますって言ったらこういうメニューが出てきます。で、うわなんか難しいと思わなくて大丈夫です。こっちにいろいろドリンクとかが入ってて、ハンバーガーだったらメイン、押すとこういうメインが出てきます。ポテト注文したかったらスナック&サイド、ポテトだったらフライですね。で、ドリンクがスモールもミディアムもラージも全部1ドルなのでいいかなと思います。で、12時に、ご飯を食べて、今まだ2時なのでジュースを先に頼みたいと思います。ラージ、コーラのラージを頼みました。今ここにオーダー追加しますかっていうボタンが出たんですけど、追加っていうボタンを押さないとダーンっていう、これで完了っていうボタンが出ないので、で、これでいいですかって出てくるので、よかったらこのプロシードトゥチェックアウトを押します。そしたらレジとデビットかってこっちのかキャッシュか選べるんで、好きな方を選んでください。で、現金の場合はカウンターでお支払いになります。で、こういうのが出てくるので、これをレジまで持っていきます。税金込みで1ドル0.5です。で、ドリンクだけの場合は結構早いです。すぐ呼ばれます。はい、こんなでかいです。どんだけでも入る。うえ、実はですね、本日撮影して気づいたことがあるんですけど、今までアメリカとかカナダとかの、ドリンク、マックのドリンクがおかわり自由だったっていうことを初めて知りました。ずっと上なんて見てなくて、上にレフィルってめっちゃ書いてあるんですけど、そんなこと知らなくて、いつも1回買って捨ててたんですよ。なんかもったいなくはないんだけど、もったいないこと、なんか今まで知らなかったから、なんかもったいなかったなと思ったんですけど、まあこれからは、まあ、おかわり自由っていうのは大きいですよね。なんか結構マックで作業することもあるんで、そういう時はいいかなって思いました。私の他にもね、知らなかった人がいると思うので、ちょっとシェアでした。他の動画でもちょっと紹介してるんですけど、すごいちっちゃいサイズの缶とかのジュースがすごい高いんですよ、こっち。だけど2リットルのペットボトルのジュースがすごく安いっていう謎の現象が起こるので、こういうところでジュース飲めるのはいいかなと思います。だけど水が一番多分いいんですよ、健康には。だけどどうしても飲みたい人はマックおすすめです。いつもマックをおすすめしてる。さっきはジュースを頼んだんですけど、今からビッグマックとポテトを頼みます。まあちょっとだけ見てみようか。あるのかないのかわかんないな、私が。チキンメニュー、これある？このラップ系ってあるのかな。ないと思います。これカナダにしかないメニューです。これがアグー豚のハンバーガーかな。これはカナダのマークがついてるからカナダ限定だと思います。で、デザート、マクフルーリーだったり、これですね、おすすめソフトクリーム、これすごく美味しい。あとはマックのサマーメニュー、オレオ、これ飲んでみたい。フラッペ、オレオクッキーコーヒーアイスフラッペ、
ですが、私は今日はビッグマック、はい、ビッグマック注文して、で普通のビッグマックノーミートっていうのがある、ビッグマック普通のやつとポテトミディアムにしましょう。でこの2個でいいですかって聞かれてますので、よかったらこれ押します。さっきはキャッシュで払ったんですけど、次はカードで払いますので、こっちで、どっちで払いますかって言われてるんで、クレジットカード。日本のカードはだいたい下に刺すので、これでお持ち帰りするときは絶対なんですけど、中身がちゃんと合ってるか確認。合ってるね。ビッグマックとポテトエブ。いつもですね、なんか新しい味に挑戦しようと思って、あのビッグマックに落ち着いてしまうんですよ。なんかどうしてもなんかチャレンジができなくて、でもいつも違う味を頼んだり新商品試したりする人いるじゃないですか。なんかそういうの本当すごいなって毎回思います。毎回ビッグマックなので、皆さんはどうでしょうか。ビッグマックの味は本当に同じです。美味しいです。美味しい、めっちゃ美味しい。もうお腹減ってる時とか最高です。でもダイエット頑張ります。今日も40分ぐらい歩きました。だから許してください。食べかけですいませんが、知り合いの中ではこのハンバーガーのミート肉があのパサパサしてるっていう人がいたんですけど、私はもう全く気にならなかったので、これはまあ人それぞれかなと思いますが、まあ、マックなんでね、こうしなきゃ嫌だみたいな、肉肉しくないと嫌だとかじゃなくて、単純にあのマックが食べたいから食べるっていう感じだったらいいと思います。そんなに私的に日本のマックと変わらないような気はしていますが、あの神経質な方はあの来ない方がいいかもしれません。皆さんいかがだったでしょうか。注文方法とかメニューとかがちょっとは見えたかなと思います。で、あのタッチパネルがあったとしても心配しないで、あのちょっとずつ見ていけばあの分かるものばかりなので、家に進みたいときは赤色のボタンですね、大体。なのであの慌てずに落ち着いて注文できるかなと思いますので、あのマック行かれる際はなんかタッチパネルしかないとか言ってちょっと怯えなくても大丈夫なのでやってみてください。それでは最後まで見ていただいてありがとうございます。私のビッグマック食べたのバレちゃいましたが、次あのポテトディップするのもやりますので、お楽しみにしていてください。それではバイ。こんにちは。今日はですね、バイリンガルチカちゃんがおすすめしているマックシェイクにポテトディップするやつをあのやってみようと思います。がね、ついてるんでちょっと取らないとつける、こんな感じ。はい、もう早速ねちょっと1本やってみよう。はい、取れた。うん、ありありっちゃあり。なんか絶対にありえないと思ってたけど、意外と美味しいです。なんかあの何だっけ、大学芋、あったかい大学芋にバニラアイスを乗せてるみたいな感じ。意外と美味しい。まあ別の方が美味しいけど、でも 100% なしではない味でした。はい、おしまいです。